けれたけれ心を殺すことある。今回の動画は東京都のリンゴと大森聖子リーリーラブアットひろかずさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ぶち上げがぶち壊すけ無理も多すぎたくない。ぶち上げがぶち壊すけ無理が脳が痛くない。 Kate お前はいらない子だっていつから当たり前だった。抗って抗って抗っても意味はないトラウマ。ヘイおかげで楽しい思い出一つもわからなくなった。絡まって絡まって絡まっても投げたいトラウス。ヘイお前を好きなやつなんかここにはいないって言った。喫茶店何回も飛ばして飲めやしないコーヒー。ヘイ匂いが黒いワンピース。ヘイ飛びついた嘘の正体。お、お、よろしくお願いします。よし、よし。元気ですか？あ、覚えてる？覚えてますよ。だって、だから僕、見てるんで。あ、覚えてます、ね、覚えてますよ。もちろんじゃないですか。覚えてるのかなと思って。もちろん覚えてますよ。どっちなんだろうって。はいはい。それでちょっと、あ、嬉しいと思いました。はい、普通に。ありがとうございます。こんなとこでいいですか本当に。ここら辺でいつも聞いてるんですけど、いつものようにやってるんですか？いいっすよ、全然。伸びてますね、でも。あ、いや、もう地道にね。すごいっすね。頑張ってるって感じですかね。これ、タンクが欲しいって。あ、ありがとうございます。はい。あの、これ、引いて座ってもらっていいですか？すいませんね。いや、全然どこなんでもいいっすけど。ごめんなさい。あ、すいません。あ、ごめんなさい。じゃあ、こっちに出れてなかった。はい、はい。こっちが、美咲さんの方だって。じゃあ、一応ちょっと、なんで僕と美咲さんが知り合いかっていうのは、ちょっと見たことない人がいると思うんで、はい。ちょっと、有吉ジャパンっていうので、そうですよね。あの、僕、1回は担当させてもらって、密着して、はい、はい。2回目は1回目担当、違う担当の人だったんですけど、うん、まあ一応その1回取材させてもらったから、あの、僕も現場行った方がなんかスムーズなんじゃないかってことを言わせてもらって、ね、はい。で、確か2回目のやつがお蔵入りになったんですよね。そうそうそう。ですよね。それがちょうど国税のあの問題のちょっと前なんですよ。そうです、そうです。だから、それでなんか、まあ業界って噂早いから、はいはい、もしかしたら青汁王子が、あの捕まってしまうかもしれないらしいから、うん、それが出せないってなって。そうっすよね。それが確かスタジオまで出してたっけな。どこ、それちょっと思ったなかないけどお蔵になったって感じですね。そうなんですよ。だからあの時から、はい、やっぱりまあそういう動きがあったんでしょうね。で、まあ、やっぱそういう情報って出しちゃいけないじゃないですか。でも、まあ、僕の報道もそうですけど、はい、もう明らかに歪んで報道されたんで、まあ、だから国税局がそういうふうに締めげたんじゃないと思ってます。へ、うん、だから、あの時のネタは、だから、1回目で、あの、美咲さんが、なんか、結婚したいみたいなことして、ね、結婚するのは誰ですかって言ったら、熊木あさみさんみたいなことして、それでそのバラエティ班が、あの、面白がって、もう熊木まさあさみだったら、余裕で落とせるだろうみたいな。じゃあデートしてもらおうぜみたいな感じで。そうそうそう、やりましたね。デートしてもらってみたいな。懐かしいですね。懐かしい。だからあれって一応世の中的には青汁王子こと美咲優太が脱税で捕まったっていうような雰囲気ですよね。そうですよ、いわゆる。はい、そうです。で、あの有吉ジャポンのロケしたのが2018年 9月ぐらいなんですよ。はい、あ、はい、あ、捕まったの10月ぐらいでしょ。いや、2019年2月あれ2月、あ、そっか、そっからそんなにあったのか。そうそうそう。あ、そうか、それが時間あった。そう、だから、そうなんです。だから、結局のところ、なんだろうな、そもそもまあ、
やっぱそのテレビとかそういう報道関係者にそういう話をされるのもおかしいし、うん、もう漏れてるってことじゃないですか。まあ、そうですね、うん、確かにそうだそうだ。だから僕たちもなんかとにかくダメだからみたいな、うん、詳しい説明を受けずに流れちゃったっていうことの印象ですよ。そうなんですよ。だからもうあれは絶対国策っていうかもう見せしめて絶対やるって決めて、でも本当僕やってないって主張してたし、うん、まあ、今でも本当そう思ってるんで、うん、で結局国税じゃ上げられないからって特捜部まで持ってば、あの特捜部に切り替わったんですよ、はあはあ、普通国税で終わるはずが、で特捜部に行って、まあ、身柄拘束されてって感じで、まあ、それはね、で、まあ、そこからの流れっていうのはいろいろ漫画とか YouTube でも言ってるんですけど、はあ、まあいろいろありました ね。今は、もう青汁作ってるわけじゃないですか、ね、今は青汁とかじゃなくて今会社を、まあ、何社かな10社以上、まあ、経営とは違うんですけどお金を出資して株主オーナーって形ですかね。あ、投資してるみたいな。今だから、企業に投資家みたいな感じですかね。企業に向けて投資をしてって感じです。で、まあ、その青汁やってたような、いわゆる今でいうと D2C っていうんですかね、そういうビジネスモデルを、まあ、何個かやってます。D2C だな、なんか、ちょっと。なんか、まあ、通販みたいな感じですかね。ああ、はい。なので、母さん、D2C って。なんか、ダイレクトっていうカスタマーみたいな、なんか、そんな感じじゃないですか。直接お客さんに。そう。それで、質のいいものを、安価で届けられるようになった。そう。今、僕がやってた時は、もう、そもそも、リピート通販って言葉だったんで、ちょっと僕もまだ不慣れで、D2C ってまだピンとこないんですけど、業界的にはそう言われてます。へえ、そういう会社は2社ぐらい？いやいや、もっと今、7社とか。7社ぐらい？ 8 社とか、はい。出資してるんですか。そうですそうです。応援してる。そうですそうです。だから投資家の人たちの、うん、そのなんていうかそのサイクルっていうのは、うん、投資してる会社が売上が立ったらそこから何パー返すっていう。そういうふうに、まあ、なんかもう会社から儲かったらいくらもらうっていうのをやってもいいんですけど、なんかちょっとそれってみみっちいなと思ってて、はあ、結局やっぱ僕はそのバリエーションで、はあ、会社の企業価値をひたすら上げて、はあ、まあ、売却するっていう。へえ、うん、いうふうに考えてるんで、まあ、それでもキャピタルゲインっていうんですか、ああ、まあ、株を会社の株持ってる株、自分が持ってる株を売ってお金を儲けるってやってるんで、毎月いくらもらったりはしないです。あ、そういうことなんですね、はい、もうそういうことではないんですか。そういうことではない、もうそういう額ではないですし、捕まってしまった時ってリセットなんですか、会社の。いや、なんで実は、だからそもそも、あの時から、僕、まあ、捕まった会社はメディアハウスって会社なんですけど、はい、あの会社以外にもいろいろ持ってたんですよ。なるほど。実は、それってメディアにあんまり言ってないんですけど、実はいろいろ持ってまして、そういう会社たちが今育ってるって感じです。だからまあ、そのお金的な部分だけで言うと、その確かに青汁のやってた会社は売り上げをちょっと落ちたんですけど、別に他の会社がすごい伸びてたし、お金は全く困ってないんですよ。あ、一回も困んなかった。むしろ、調子良かったですね、あの捕まってた時も。へえ、だってヒカルさんの動画で、うん、あの青汁ヒルズそうみたいな立てて月1700万払ったそうです。そう、まああの部屋だけじゃないですけど、ビルとかマンション1棟借りてるんで。へえ、だって改装費2億ぐらいかかったんじゃないですかね。すげえだと思って、帰り先が高かった。まあ、だから帰りってか帰り在てるって印象だけど、そもそも帰り在てだってあんま変わんないんですよ。かずっと別に変わってないってことなんですね。そうだから一、まあ、回その転落劇で青汁劇場って言われてますけどね、焼き鳥屋さんでやってみたりとかいろいろやりましたけど、実はそれってやっぱまあ本でも言ってるんですけど、まあ、作ってたんですよね。まあまあそうですね。転落劇をやった方がやっぱ反響が良かったし、あの時そうしないと誰も聞いてくれなかったんで。そうだからそうやってたんですけど、まあ実はまあ、すごい右肩上がりで儲かってたんですね。で今売り上げで言うと青汁やすた、あの青汁の時の会社の多分3倍ぐらいはある。そうですね。そんなないかな。でも3倍、まあ、2.5 倍とか6倍とか、もう倍にはなってます。数十億というか。いや全然もう300億ぐらいです。300億。すごいな。なるほどね。今 YouTube とかもやってますもんね。そうなんですよ。マックス松浦さんと対談してましたもんね。そうなんで、いやだから不思議なもんで、やっぱ僕もやっぱあの事件憤りまだありますけど、はい、でも少なくともあの事件がきっかけでいろんな人に会えましたし、 YouTube なんてやってなかったですからね、捕まる前は。あ、そうですね、確かに。だからいろいろ変わりましたよね。確かにまあまあそういう意味では松浦さんとかとお会いしたりとか、ヒカルさんと対談したりとか、そんなことするって夢にもね、その、あの有吉ジャポン出てた頃には思ってなかったっす。あ、そうっすね。思ってなかったっす。確かに。あの時だからテレビ2本目ぐらいですよね、多分。あの最初にぎっくり聞いたろうとか出てらっしゃって、あ、そう、それでちょうどゴールデンでなんか
コンクラとか今夜比べてみましたとか出たりとかなんかちょいちょいしてる頃で、そうっすでしたね。僕ね、僕たちコンクラ前なんですよ。はい、コンクラ出てそのコンクラの次に2本目撮ったんですよ。みたいな。だからその目にはこれから出てくぞぐらいでああいう感じをしたんですね。でもやっぱりどうですか、 YouTube の方が良くないですか。楽っす。YouTube の方が効率いいなって思いました。あの一回きりのオンエアにかけるって、そうなんですよ、チャンスなさすぎるなと思って。そうなんですよ。例えばね、美咲さんの密着で、ね、アリジャパン結構面白かったと思うんですけど、でもあれって一回きりのチャンスしかないから、はいはいはい、そのチャンスの時に録画してる人はそこの時に見てる人、合わせた人しか見れないから、ね、結構リスキーっていうか、リスキーっすよね、面白く作っても、ね、うん、アーカイブ残んないですもんね。アーカイブ残んないし、面白かったよって聞いても、うん、見れないか分かんないみたいな。そうなんですよ。そうすると YouTube の方がいいなと思いますね。あ、めっちゃ雨降ってきましたね。ちょっとじゃあこっちに行ってほしい。立ちでもいいですけど、こうやって移動していくの、ね、いや移動していくとちょっとあのあれなんで、このカットのあれが、そう、ここぐらいのなんか、うんうん、あのギリ行動と言われる場所を取るとか、はい、ここぐらいの、ここですかね。はい、で、それで今の際は YouTube やったり投資やったりとか、今はまあその仕事の方はいろんな会社に投資をして、うん、でその会社たちを伸ばしていくっていう感じで、まあ、企業バリエーションを、企業価値を上げていくっていう感じですね。個人としてはやっぱ発信を、まあ、YouTube、Twitter とか含めていろいろやってますね。Twitter だって何人がいますもんね。いますね。すごいっすね。YouTube どうですか今。YouTube も今35万人ぐらいいったんですかね。すごいっすね。そもそも、じゃあ、美咲さんがなんで青汁王子になって捕まったまでも聞きたいんですけど、出身どこなんですか。出身北海道です。どんなご家系だったんですか。どう、まあ普通に、職業からまあ普通に、うちの親は、あれですね、歯医者と専業主婦ですね。ああ、じゃあ医者家系というか。そうですそうですそうです。へえ。じゃああれですか、なんとなくうっすら自分は歯医者になると思ったんですか。いやー、なろうと思ってたんですけどね、なれなかったですね。まあ、勉強全然しなかったんで、僕その勉強ができたタイプじゃないと思うんですけど、あんまり学校行ってなかったんで。そういう家だとなんか、なんですか、勉強できないことをまずそのなんかダメな感じじゃないんですか、スパルタというか。ダメな感じですね。まあでもなんだろうな、あんまり親ともやっぱ仲良くなかったし、家庭環境がいいか悪いかで言うと仕事はありましたけど、そんなに良くなかったですね、両親も。ああ、そうか。じゃあ別になんか仲睦まじい家って感じじゃないですか。あ、全然そんじゃないですね。兄弟とかいるんですか。妹います。妹さんがいるんですか、うん、何個になるんですか。4つですかね。ああ、じゃあ、ま、もう結構離れてるんですか。離れてます。じゃあそれで美咲さん勉強できない感じで中学とか高校とか どう過ごしてるんですか。中学高校は普通にまあ生活してて、はい、でまあやっぱりでもちょっと非行に走ったところがあって、中学の時とかはちょっと、まあ、家にもあんまり買えない時期もあったし、結構あれでしたね、まあ、ちょいヤンキー。ヤンキーとかではなかったですけど、とにかくやっぱ家に来たのが嫌だったんですよ。へえ。あれって何だっけ、前アリジャパンの時取材したからなんとなく覚えてるのが、大学行かずに起業してるんですか。そうで、高校行って、高校退学になるんですよ。2回ぐらい退学になって。あれなんで退学なんですか。でも2回退学になるんですか。そうですそうです。1回目なんで退学なんですか。1回目はなんかタバコ吸ったとかなんかなんだか、3回ぐらい退学あの続けて、そんなくだらない理由で退学になって、2回目はね、学校にあんま行かなかったんですよね。転入したんですけど、で退学になって、やめなさいって言われてやめて、通信制の高校行って卒業しました。だから一応ね、高卒なんですよ。だからそれもちょっと失敗したなと思ってて、まあ、やっぱこれリアルにそのこういう風に発信していく、でも当時なんてそんなね、学生の時なんて思ってもなかったんですけど、発信していくにあたってやっぱ中卒って肩書きの方が良かったなと思って。あ、もうここまで来ると、ね、そうだから高卒って中途半端だったなって思って中卒か東大とか早稲田とか、そういうんじゃないと極端な、ね、キャリアとして意味ないなと思いました。今思うところですね、うん、じゃあその一応その通信高卒して、そっからどうするんですか。そっから通信高校時代に学校行かないじゃないですか、うん、でまあ毎日ですね、近所のスロット屋さんに行ってたんですよ、うん、でスロプロのパチンコ屋のあ、スロプロのなんか弟子アルバイトみたいなのをして、はいはい、パチスロに出会うんですよね。でパチスロに出会ってから、自分でスロットするようになったりとかして、いわゆるパチスロみたいなのを、スロプロみたいなのを目指すんですけど、まあ、別にそんなにうまくいってなかったと思うんですよね。でも、まあ、そこで結構大きかったのは、期待値とか、そのなんか合理的な
あの本当になんか投資に対するリターンみたいなのはすっごい学んだんで、あれはなんか後の経営経験ですごい生きてますね。あ、スロットがね。そうか、だからこの台を1日8時間打ったら、そうこれぐらいの可能性で稼げると思う。そう、あとこのゲーム数から打ったらいくら期待値があるとか、設定がこうだからどうだとか、そういうのはすごいなって思いますね。じゃあそのスロットのプロはうまくいかないけど、はい、そこから どうやって経営に歩んでいくんですか？そこから結局そのパチスロがですね、ダメになってきて、はい、パソコンを買うんですよね。パソコンを買って、で、まあ、たまたま本屋さんでなんか黄色い本なんですけどね、アフレートの携帯アフレートで月400万稼ぐ方法って本を見つけたんですよ。で今考えたらそんなの見てもね稼げないだろうなって思うんですけど、まあ、当時何にも分かんなかったんで、とりあえずそれ買ってみたんです。なんか買ってみたんですよね。なんで買ったのかよく分かんないですよね、まあ、なぜかね、なんかしたかったんですか？なんかしたかったんですよ。なぜか買ったんですよ。へー、まあ、あれが本当超ターニングポイントで、そこから、いろいろアフレートやるようになるんですよね。学校行かなかったんで。あ、だから要はあれですよね、ホームページに広告つけるみたいな。そうです、そうです、そうです。商売というか、そう手法ですよね、はい、で、月30万とか初っ端から稼ぐようになって、だいたい結構、その本の言う通りというか、愚直にそれを。いや、そんなことないです。で、本で基礎を学んで、そこから自分でアレンジしましたね。あ、だから本の通りじゃ稼げない。全然、いや、それはやっぱ そんな甘い話じゃなかったです。へー、何を工夫したんですか？まあ、なんだろうな、サイトの構成とか、やっぱちょっと当時高校生だったから感度が高かったんで、こうやったら売れんじゃないかな、伸びるんじゃないかなというのがなんか分かったんですよ。それってやっぱ大人にない感覚だったと思うし、アフィリエイトの始まりだったんで、まあ、すごい、まあ、市場マーケット的にもこう伸びていく感じだったんですよね。あ、そうか、だから出たてのゲームみたいな感じで。そうです、そうです。攻略する人が大人だろうが、なんか関係なくて、そうセンスがあれば。そうですね。で、月400万ぐらい最終的に高校の時に稼げるようになって。え、高校で月400稼ぐんだ。そうなんですよ。だからね、もう今ではお金が稼ぐ難しさとか、大体のその給与の平均とか分かりますけど、18歳で起業した頃は、お金稼ぐのって超簡単だろうなと思ってましたし、本当に、なんか初任給20万3とかじゃないですか、多分。なんか嘘だと思ってました。本当に。だって、初めて、ね、働いて400万とかバーッと稼げるから。そのじゃあアフィリエイト始めてどんぐらいで400万いったの？3ヶ月ぐらい。いや、そんなことない。でも3、4ヶ月ですかね。へー、すげえ。それはどれぐらい生き続けるんですか、アフィリエイトの会社は？それは、いや、それがね、メディアハーツですよ。あの後に事件になった、はあはあ、だから18歳の時に、まあ、メディアハーツ作ったんですよ、はあ、だから会社歴で言うと、国税が入ったのが2018年だから、2007年の時に会社作ったから、11年目であんな風になったんですよ。だから意外と知らない人多いかもしれないですけど、社歴だったりとか、はい、まあ、僕 その経営者としての年数は結構長いんですよ。まあ、そこ18から経営者だから14年ですかね。ちなみにその、捕まるまでの11年の歩みで言うと、はい、まずアフィリエイトでどれくらいやるんですか？アフィリエイトで、アフレートでね、2年3年やるんですよ、はい、でそこでもう20歳前半の時には3億ぐらい持ってましたね、うん、で累計で稼いで、いやいや、累計で稼いで、年収、お金として、預金として3億あります。あ、なるほど。なんかその時だから年収とか年収って考えがぶっちゃけ若かったしなくて、会社にお金がいくらあるかなっていうベースで3億ぐらい。へー、でもそれ、でもそうか、アフレートってほぼほぼ元手が10年ぐらいってこと？そう何人でやってたんですか？最初一人でやって、だいたい今多く4、5人ぐらいになったんですかね。4、5人でもうその3億貯まるぐらいバリバリ稼いだと思う。そうです。で、3億貯まったから、だいたいみんなサラリーマンの平均年収って2億弱だと思うんですよ。3億もないと思うんですよ、多分。そしたらもう働かなくていいじゃないですか。で、人生上がったなぐらい思ってて、で、いろいろ飲み歩くようになるんですよね。それは北海道で、はい、やってるってことですか？そうです。あ、18歳の時、北海道で会社作って、まあ、そこからすぐ上京したんで。あ、でもその今3億とか稼いでるのはもう東京？東京です、東京です。あ、はは。で、東京飲み歩くよ。東京飲み歩くやるようになって、そこでね、で先輩経営者にいろいろ連れて行かれて、はい、まあ、キャバクラとかめちゃくちゃ行ったんですよ、20代前半の頃ですかね、はい、でそこで絶望をするんですよ。で、なんでかっていうと、その先輩経営者方
を見てて、まあお金はすごい持ってた。まあ今、まあ正直今の僕より全然持ってなかったと思うんですけど、でも結構持ってる人だった当時。で、でもやっぱ見た目もちょっと太ってて、小汚くて、で、お金の力で、まあ札束でこう女を買うじゃないですけど、もうこの金あるからどうしろとか、そういう風に女の子、女性の子と口説いてて、あ、自分もいくらこんな頑張ってお金持ちになってもこういう風になるんだなって思ったら、もう絶望したんですよ。ああ、なるほど。じゃあ、金でしか女買えないのかみたいな。そうなんですよ。へえ。それで悲しい気持ちになるじゃないですか。はい、まあ、お金はあるけど、はいはい、なんか俺の未来こんな感じかみたいな。そうです。そこはどうするんですか。で、それでまあ、そこからですね、まあ本当に僕の人生裏切りとかいろんなことばっかなんですけど、まあでも経営者だったらそうかもしれないですけどね。で、当時は役員だった人間にですね、裏切られちゃうんですよね。で、なんでどういうやり方かっていうと、まあ何人かの社員と共謀して、で、会社の、まあ、機密情報を外部の外、よその会社に売ったりされるんですよ。売るんですよ。で、会社の機密、営業秘密とか機密情報をよその会社に売るって結構やばいじゃないですか。で、それで、まあ本当に精神的にもすごい落ち込んで、いろんなことがあってちょっとうつみたいになっちゃったんですよね。へえ、うん。その時はもう社員何人ぐらいですか。社員6人とかですかね。6人のうち2人が裏切って。そうそう、そんな感じです。それ実際損害はどうぐらいなんですか。損害はあんまなかったと思うんですけど、やっぱ気持ちですよね。でも本当に18歳から会社やるって結構辛くて、周りに友達も会社経営者なんていないし、相談できる人もいないじゃないですか。やったことないから分かんなくて結構辛かったんですよ。で、結構なんだろうな、精神的には追い込まれてることが多かったんで、うつっぽくなるっていうか、症状として生活はどうなってるんですか。生活はもう、夕方起きて飲みに行って、朝方寝てみたいな、本当腐敗していきます。で、まあ、なんか飲み行ったりできたんで、本当のうつじゃなかったのかもしれないですけど、なんかやっぱおかしかったですね、今考えたら。あ、でもやることを腐敗していくというか、そうだ、絶望しかないんですよ。だってお金はあるし、でも未来がない。へえ。じゃあそのそういう堕落期間っていうんですか、はい、なんかその見え入んないなみたいな。そうで、そっから堕落期間で、だから堕落期間といえども、その間にね、株とかFX とかいろんな金融取引やったんですよね。ああ、それも別にそんなすごいセンスがあったわけじゃないし、成功したわけじゃないんですけど、そこで僕はなんだろうな、投資っていうものを学ぶんですよね。それが20代前半の頃なんですけど、3年ぐらいはそういう期間を得て、2014年、今のもはっきり、結構僕年数覚えてるぐらい、やっぱいろんな歴史がにはこだわりがあるんですけど、自分の年表っていうんですかね、2014年の夏ですね、今のまあ、青汁王子と言われるきっかけになったスッキリフルーツ青汁っていう青汁を出すんです。それ なんでそれ出そうとか。その時はとにかく25歳になったら会社経営者としてもう一回本気出そうと思ってたんですよ。で、なんで25かっていうと、やっぱ若い時って人を雇うにしても自分より年上の人ばっかなんですよ。20歳の時にじゃあ雇おうとしても新卒で22、3じゃないですか。だから自分より年が下っていなくて、人も使いにくいし、全部年上だし、なんか嫌だったんですよ、それが。結構辛かったんですよ、年上ばっかで。もう今ではもう慣れましたけど、25歳になったら新卒とかはやっぱ自分より年下だし、会社組織作れるかなと思ってやりました。青汁ってのはなんで青汁だったんですか。で、その時も、まあ、よく青汁ってなんでって聞かれるんですけど、まあ、別にぶっちゃけ青汁にこだわらなくて、青汁じゃなくてもよかったんですよ。で、なんで売れたかっていうと、その時じゃあその通販やろうと、とにかく通販やろうって決めてやったんですね、25歳の時で。そう、で、なんで通販やったの。やっぱね、その持ち前の株式投資の経験を生かして、これから伸びそうなマーケット、ビジネスモデルめっちゃ研究したんですよ。そしたらやっぱそこはやっぱ読みが当たって、今 D2C って呼ばれるようになりましたけど、当時 D2C って言葉なかったんですけど、まあ、それぐらいそう呼ばれるぐらいやっぱマーケット広がってったんですよ。まあ、その読みは合ってたなと思うんですけど、でそれで勉強、通販やろうと思って、やっぱ肝心なのって売ることじゃないですか。どんなにいい商品作っても手に取ってもらえなかったら意味ないと思うんで、どうやったら売れるかなっていうことで売り方の研究しました。結局その研究した、どういう売り方にたどり着くんですか。売り方ってね、売り方、マーケティングをすごく研究して、どうやったらその他のライバル会社より手に取ってもらえる可能性が高まるか、いわゆる制約率とかが上がるか、っていうのを徹底したんです。具体的な方法はどんな差別化したんですか。例えば要は LP ですよ、ホームページ、ウェブページをどんな競合他社よりも魅力的で、そしてアクセスしてもらえたら買ってもらえる確率が高く、
まあ、コンバージョンレートとかそういう見方するんですけど、そこを徹底しました。なるほど、クリップされるとか、はい、購買意欲をかき立てるようなことがあるんですか？そうそうそう、あるんです。そう。で、結局ホームページって普通の人はなんかホームページ作ってもらったりして、これいいなと思ってこれだってやるじゃないですか。でそういうんじゃなくて、結局テストするんですよ、機械的に。何パターンも作ってどれが一番いいかとか、そういう風に、まあ、本当に数字に基づいて。あ、もう実際売ってみたってことですね。そうです、そうです。あのこの A パターン、B パターン、C パターン。あ、そうそうそう、本当ですよ。 A パターン、B パターン、C パターン、D パターン、4つぐらい大体作って売る。まずそれで、あ、これ1ヶ月一番これが伸びた。そうです、そうです。へぇ、まあ、1ヶ月1週間とかできますけど。へぇ、でも全部データに基づいて、データに基づいて、全て合理的根拠に基づいてやってます。へぇ、そのアウティルはもうどれぐらいだったら、どういうヒットですか？で、もう1年目、2014年に出して、1年目で8億いったのかな。1年目で？そう。で、2年目で18億。で、3年目で、まあ、新聞にも載りましたけど、130億いきました。すごい。それってもう、口コミなんですか？いや、やっぱネット、いや、広告ですよ、広告。いわゆるマーケティングですよね。まあ、どんどんネット広告、売れるから、広告費つぎ込んでる。そう。だから僕、青汁がなんか、好きだとか、青汁がいいものを作ったわけじゃなくて、広告が得意なんですよ。それは今も変わってなくて、だから自分の YouTube とか Twitter とかもそうですけど、まあ、自分たちでやってて、まあ、伸ばしてきてるんで、マーケティングが得意なんですよ。すごいっすね。そっか。メディアに出たいと思ったきっかけは何なんですか？メディアに出たいと思ったきっかけはね、2016年かな、それも。はい、2016年のは確か元、お正月、1月くらいなんですけど、僕のね、インスタグラムの一番最初の投稿が、それ、その日な、あの、決意した日なんですけど、確か、ほんと18億ぐらいいった時ですね、年商で。まあ、18億いったら年間利益どんなもんだったかな、なんか4、5億残るわけですよ。それなりに結構お金持ちじゃないですか。自分しか株持ってないし。で、まあ、普通にその頃から別に生活に何にも困らなくなって、好きなものをいっぱい買えるし、東京ミッドタウン引っ越したりとかしてたんですけど、また絶望したんですよ。このまま生活何も変わんねえなって。おー、そう、ミッドタウン。そう、だ当時で100万ぐらいのやつに住んで、で、別にお金も自由に使えて、じゃあ こからじゃあ今使えるお金が10倍、100倍になっても、なんか生活変わるのかなって。で、まさか今みたいに内装費2億かけるとか、そんな、とんだ発想はなかったんで、普通の生活っていう意味では全然一生暮らせるし、何も面白みがなくなっちゃって、なんか、そしたら絶望したんですよ、その昔見た。なんか、かっこ悪いけどお金持ってる社長さんたちの顔が浮かんできたんですよ。で、本当にその時今でも覚えてるんですけど、ミッドタウン引っ越した初めての日か。なんか、本当に絶望して泣いたんですよ。引っ越したばっかの日。なんかすごいあれ印象的で、ああ、やっとここまで来たなと思ったら、この先ないな、みたいな。で、本当に泣いちゃってですね、絶望して、どうしようかなっていう感じだった時に、ハワイに行ったんですよね。その日の、その年の年末に、ほんとこのままやってもくだらねえなって、何も変わんねえなと思って、じゃあどうしようかなと思った時に、だったら自分が、その、まあ、当時の僕みたいな、まあ、経営者という未来に希望が持てない人たちのお手本になればいいんじゃないのって思ったんですよ。ちょっと憧れられる？そうそう。で、もともと美容通販だったから、やっぱなんか美意識は、まあ、人並みには高かったんで、お金を持っていて、で、身だしなみも綺麗な社長であれば、いいなと。で、そういう人があんまいなかったんですね、僕知ってる限り。今メディアに出てる人もそんなパッて思い浮かぶ人は正直そんなにいないと思うんですけど、いなくて、あ、じゃあそういう風になろうと思って、じゃあメディアに出て自分のことを発信していこうって決めたんです。で、今みたいに SNS でどうこうって発想がなかったんで、まあ、Twitter、Instagram やりましたけど、やっぱ手っ取り早いのは地上波かなと思って、テレビ出るようになったんですよね。それって売り込むようなんですか？それはね、いや、芸能プロダクションに頼んで、そう、出してもらって。そういう人がいますよ。そう、まあ、しかも、こんだけの若くて稼いでるってだけで、ネタとしてはまあ、採用されやすいというか。だから取り上げていただいて、テレビ出るようになりましたね。18歳アフリエイト始めた時には、まさかその金を稼ぎまくって、そんな気持ちになるとは思ってなかった。思ってなかったですね。ちなみに、そのモチベーションなんだったんですか、当時の。その若かった。いやー、なんなん、いや、とにかくだから就職ができないかなと思ってて、大学も行けなければ。だから自分の人生どうするんだろうな、みたいな。別に大金持ちになりたいっていうのはあったけど、なんかとにかく何かしないとやばいな、みたいな。危機感っていうんですか。その就職できないとか、大学行かないっていうのは、なんか自分の性格上とか。
いや、だって高校2回も退学になってて、でなんかいろんなバイトの面接行ったんですけど落ちたんですよ。確かで、どこも雇ってくれないし無理じゃねえみたいな。おお、なるほどね。で、あの時だからその本に出会ってアフィリエイト始めて一変したんですよね。もうそもそもね、その月400万とか儲かるし別に働く必要ないじゃない、就職っていう意味では。でもあの時あの本に出会ってなかったら自分の人生ってこうなってないし恐ろしいなと思います。それターニングポイントあると思うんですよ。じゃあそれ出会ってなかったら未だに2位として考えますか。いや、分かんないですけどね。だって就職もできないと思うし、無理じゃないですか。でも昔からそういう、なんていうんですかね、そのいわゆるレール通りに行くのは苦手だったんですか。そうですね。まあだからこその今なんですけど。そうですね。一番最初から芸能事務所に飛び込んで、それ芸能事務所と提携するんですか。入るんですか。入んじゃないですか。業務委託でなんかやるじゃん。やったんですか、確か。ああ、ほうほう。一発目じゃじっくり聞いたことですか。あれ何だったっけ、なんか地方局のなんかテレビとか出ましたね。あ、もっと前、前に地方とかがあるんだ。芸能事務所に委託って感じで頼んだっていうのが合ってます。で、多分文化人だったんでタレントではないじゃないですか、はい、だからあんまり、なんだろうな、芸能事務所も僕を押すメリットがないと思うんです、利害関係的に。CM も撮れるわけじゃないし、はいはいはい、まあ、やっぱでも言うてもあの時無名でしたからね、全然知られてなかったんで、はいはい、うん。東京のテレビはどういう企画やってるんですか。これはね、